Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV、 ようこそ。実は皆様に動画で言ってなかったかもしれないですけど、インスタライブとかでは言ってたような気がしないでもないですけど、実は帰って早々、私明日からなんとタイに怪魚ハンティング行きたいと思います。イエーイ。ということで早速届きました、アマゾン頼みましたよ。アメリカシフトから今度はね、海魚シフトに移るってことで、ロットを買ってしまいました。それが、こちら、アブガルシアワールドモンスターをゲットしました。今回のやつはですね、前回のやつはね、そうそう、僕が元々持ってた、ワールドモンスターは、それがこちら。これが持ってたワールドモンスターなんですけど、これがね、最大ルアーの重さが 60g までは使えるよっていうワンピースのロットだったんですよ。これも、海魚ハンティングつって、ナマズとかトーマンとかパイクとかバラランディとかを視野に入れたロットなんですけど、今回この購入しました新しいワールドモンスターは、なんと扱えるルアーが 300g と超最大サイズのジャイアントベイトまでいけちゃうよという、4ピースロットを手に入れました。これを開けつつ、アメリカで選別しましたルアーたちを今度は海魚用のルアーにみっちり詰め込んでいきたいと思います。ただね、僕のね、YouTube 仲間、そして釣り仲間、そして友人でもある、ナイチューンさんがね、先にタイに行きましたんで、ちょっとナイチューンさんに電話かけて、どういう状況か、聞きたいと思います。はいはい。LINE のポンド数はいくつがいいんですか？俺は、うん。25ポンドのフロールでやってましたけど、はい。動画にはしてないですよ。ええ。半端ねえバラマンで釣れちゃって、はい。ぶち切れました。マジでやばいっすよ。25ポンドでもだから普通の現地の人たちは、うん、P35 とか P35 にリーダー、ショックリーダー40ポンドとか、ショックリーダー40ポンド本当にやばい化け物がかかる可能性があるから、はいはいはい、ピアノクなんてかかった時はもうぶっ飛ぶねいろんな意味で、いろんな意味で熱いから。分かった分かった、いろんな意味で熱いありがとう。はい、あ、お疲れさんです。どうも。ということで、ナイチューンから電話を受けまして、えらいことが発覚しました。まず、まあリールはこれで間違いないっていうところで、まあで、ロットがね、こちらのワールドモンスターの、機内持ち込み OK のこんなぶっといロットを使おうかなと思います。ちょっと待てよ、領収書入ってねえじゃんこれ。おお、やっぱりアブガルシアさん分かってる。これちゃんと矢印があって、ここに合わせてくださいよっていうのがめっちゃわかる。これ大切ね。はい、来た。グリップエンドからぶっといロット、これがワールドモンスターの4ピースか。えらい太くて頑丈っぽいっすね。よさげ。ええやんか。ルアーなんすけど、まあ聞いた話、やっぱりこのサイズ、このサイズのルアーがかなりヒットしたということなので、まあ、このサイズの大きさを基準にいろいろルアーを考えていきたいと思います。とりあえず絶対持ってきたいのがこちら、ガンクラフト S ソング。これがかなり釣れたみたいで、これ絶対持っていきましょう。で、次は羽物、フォースミックス。やっぱり海魚ハンティングっつったらアダスター、そしてフォースミックス、アップルロッテンカラーで、これはアップルロッテンカラーもそうなんだけど、もう一色持ってきます。こちらマットハート、こちら持ってきます。これを持っていこう。これ2つで、さらに羽物2つ、これもアメリカと一緒、 LG クローラージュニアとダッチバナナ、これ持ってきます。まず持っていくスピナーベイター、この2つ、これはアメリカ持って行った時と変わりませんね。ボトムアップのビーブルで、ガンクラフトのキラーズベイトオーバーで、ビッグベイトをさらに追加するのはこちら、これは前回の動画でバスプロショップスの動画でね、紹介されたバスプロショップス印のビッグベイト、ライザーアイってやつだったっけ、これ持ってきます。次はでかいクランクベイト、いろんなタイプ持ってきます。まずはこちら、ガンクラフト搭載115で、その次がショットストーミーマグナム、その次はメガバスのグレネイドで、最後がアルカトラズマグナム、この4つを持っていきたいと思います。そして最後に使うルアーはこちら、ガンクラフト尺腕オリジナルカラー。こちらのワールドモンスターだったら 300g までルアーをぶん投げられるっていうことなのでね、尺腕を使ってみたいと思います。ということで戻ります。はい、ということでいかがだったでしょうか。明日からタイの方に海魚ハンティングに行くことになりました。ということでですね、まあアメリカに引き続き、これもね、本当に初めての経験なんで、とにかく一本いい魚が取れたらなと思います。こちらを持って早速今から関西国際空港に移動します。
またね、動画をにしたがっていろんな謎が解けてくると思いますが、一体どんな人と行くんでしょうかっていうところでね、それもまた楽しみにしておいてください。以上、スペースモンキーズ TV の怪魚ハンティングタックル、これで大丈夫かでした。